8の字でドリフトやってみます。車はカプチーノで、まあご存知のように 660cc のオモステです。で、運転は私ラリードライバーのフミッパがやってます。進入はブレーキで慣性ドリフトでやってるんですけども、まあパワーステがないんでちょっと立ち上がりが難しいんですよね。だんだんこのパワーステレスの挙動に慣れてってますが、まだちょっとぎこちないですね、走りが。で、周回するごとにちょっとずつ慣れていきます。で、この練習会なんですけど、参加費は 1.2 万円で講師付き。詳細はフミッパのホームページからご覧ください。基本平日開催の内容となってます。土日もまた別の練習会やってます。で、だんだん癖が分かってきて上手くなってってます。週ごとにちょっとだけ運転変えて運転してるんで、まあどれが正解なのかって様子探りながら運転してます。いい感じですね、今のは。進入から脱出、これはまあ OK ですね。最後がなきゃよかった、より良かった。あとはもう全部問題なくドリフトできるようになってますね、綺麗に。パワーステがないっていうのはな、難しかったですね。進入でリア出して立ち上がりであんまりカウンター当てないでアクセルオンするとどうにかなりますね。やっぱコントロールしづらいですか。ちょっとパワーステレスっつうのが私に慣れてない、なんでセルフカウンターが結構早めに当たっちゃうのと、セルフカウンターが当たってるからそれを抑え込まなくちゃなんないっていう、普段あんまりやんないことを。ちょっと難しいっすね、これがパワーステだったら多分もっと簡単なんでしょうね。はい。